さん、お疲れ様です。いよいよ県庁を去られるわけですけれども、今の率直な気持ちを教えてください。そうですね、まあ、本当に3年間、皆さんに、まあ、感謝したいというふうに思っています。まあ、斉藤さんが去られた後はしばらく知事が不在になるということで、まあ、県政の影響とか停滞を懸念する声もありますけれども、それについてはどう思われますか？そうですね、まあ、今の状況です。そしてしばらく知事が不在という形になります。県民の皆さんに、まあ、改めて心からお詫びを申し上げたいと思っています。本当に申し訳なかったと思います。今ですね、県民の皆さんに伝えたいことを一言で言うとどういう言葉になるでしょうか？そうですね、まあ、斉藤元彦という、まあ、知事が、まあ、3年前に皆さんの力で、誕生していただきました。まあ、まあ、県内各地、本当に兵庫県は広いですから、本当に行く先々でいろんな方と出会い、そして、まあ、いろんなものを見たとしたということで、本当に素晴らしい兵庫県だと思います。まあ、今回の文書の問題で、まあ、自分自身もまだまだやっぱり良くなかったこととか、ダメだったことたくさんあると思いますけど、まあ、そこは皆さんに申し訳ないという思いがありますけど、まあ、この3年間自分なりに精一杯いろんな施策、コロナ対策も若い世代の施策を含めていっぱいやってきましたんで、そこはしっかり県民の皆さんに届くということを期待してますね。本当にありがとうございます。最後にですね、斉藤さんとしてはこの県庁というのがもうこれが最後の県庁という思いなのか、必ずこの県庁に絶対戻ってくるという思いなのか、どちらでしょうか？そうですね、やっぱり兵庫県は素晴らしいところですし、私はもっとやっぱりいろんな政策ですね、そこをやっていきたいので、ぜひ県民の皆さんの力がいただいて県庁に戻ってきたいというふうに思っています。ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。